どうも皆さんこんにちは、映像クリエイターのしでうちです。今回の内容は動画が素人っぽく見えてしまう原因10個について解説してみたいなと思います。皆さんの中でおそらくこう自分で動画を制作されて、なんかいまいちいけてないとか、なんか全然このプロっぽさがないって思われる方いらっしゃると思うんですよね。なのできっとそういう方は今回の動画を見ることによって、あ、こういった点に気をつければその動画がブラッシュアップされてよりプロフェッショナルに見えてくるんだなっていうことをきっと理解できると思いますので、最後まで動画を見ていただければなと思います。じゃあまず撮影についてお話をしていきます。で、撮影についてのまず問題1つ目なんですけども、フレーミングに問題があります。で、このフレーミングとは何か。フレーミングというのはこの動画でいうこの16対9のこの枠になります。でフレーミングに問題があるケースが、こう主題が画面 の主要な場所にないということです。例えばなんですけども、僕は今だいたい画面の真ん中で話してるんですけども、例えばこういった感じで話したりすると、なんか何が主題かっていうの分かんなくなってきますよね。被写体が画面の中心または重要な場所にいない、それからあとは重要に見せたいものが画面の端っこに切れている、このフレーミングの問題があると動画っていうのは素人っぽく見えてしまいます。写真や動画というのは構図というものがあって、やっぱりそういったこの構図から大幅に外れているようなもの、構図の基本を無視したようなフレーミングだと、やはり素人っぽく感じてしまいます。そして2つ目が不安定なカメラワークです。で、この不安定なカメラワークというのは、例えばカメラを持っていて、で手ぶれ補正とかないでそのまま歩いてしまって、なんか見た映像がこうガタ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 揺れてしまっているような例です。で、やっぱりこういった不安定なこうブレてるショットがあると、やっぱりプロフェッショナルな見た目からはだいぶ遠くなってきます。で、まあ、これを解決するためには、固定ショットを撮るなら三脚を使う、それからどうしてもカメラを動かしたい場合には、これはジンバルを使って撮影するなどすれば、だいぶこのブレというのは改善されます。で、もちろん場合によってはブレを生かすっていう手法もあるんですけども、初めのうちはとにかく意図しないブレっていうのは徹底的に排除することを意識してください。そして3つ目の問題なんですけども、フォーカスが合ってないということです。で、これは画面の中の一番見せたい部分、まあ多くの場合で言うと例えば人物とか何か物で、これに対してフォーカスが合ってないことがあります。で、こうするとやっぱり非常にプロフェッショナルな見た目からは遠くなってしまいます。フォーカスが合っている中で機械的にオートフォーカスが一時的に外れちゃったりしてしまう、でこれもやっぱりプロフェッショナル見た目からは遠くなります。なのでまず動画始めたての場合だと、そのフォーカス、自分が何を見せたいのか、例えば人の顔なのか、人の手なのか、それともその目の前に置いてあるコーヒーカップなのか、それとも遠くの景色なのか、どこにフォーカスをちゃんと当てるべきかっていうのを考えましょう。で、それでもしフォーカスが撮影している時に合ってなかったら、必ずそれは撮り直すようにしましょう。オートフォーカスを使っていて、例えばフォーカスが迷ってしまうとか、フォーカスが自分の顔に映ってたら他の場所に行ってしまったみたいな場所があると、もうそれはミスカットというふうにして使わないようにしましょう。そうするだけで動画っていうのは飛躍的にかっこよくなってきます。そして4つ目の問題が適正露出が取れてないということです。これは動画を撮影している時に動画が明るすぎたりとか、あとは暗すぎる、でこういったのを適正露出が取れてないというふうに判断されてしまいます。でもちろん場合によっては意図的に動画を暗くするとか明るくするっていう手法もあるんですけども、そうでない限りは基本的にいかにちゃんと露出がバランス、露出がきっちり取れるかっていうのを意識してください。でカメラの中には基本的に露出のメータープラスマイナスで書かれているところがあるので、やっぱりそこを見ながらちゃんと露出が合ってるかどうかっていうのを確認してください。そして撮影編5つ目の問題が音声の問題です。でこれは主にその映像の中で喋りのあるコンテンツで特に気になるんですけども、例えば内蔵マイクで録音しているような場合、背景が非常にガヤガヤしている場所で話者が話している、でもそれは周りがうるさすぎて聞こえないような場合っていうのは、やっぱりその音が聞いていられなくなってしまうので、ちょっとプロフェッショナルな感じからは遠くなってしまいます。まあ、そんな感じで内蔵マイクを使用したりとか、背景ノイズがうるさすぎる場合っていうのは動画の質を低下させてしまいます。今はカメラの内蔵マイクで収音しています。でそうすると音声が非常に悪くて、おそらくノイズもたくさん聞こえるのではないかと思います。でやはり内蔵マイクっていうのは、今はカメラの外付けマイクを使って収音しています。で、そうすることによって音声が非常にクリアに聞こえるのではないかと思います。で、これによってノイズを減らすことが可能です。
で残り5つは編集編ということでお話ししていきます。で1つ目なんですけども、不自然なカットつなぎです。多くの動画で見られるのがジャンプカットを多用しています。でこのジャンプカットというのは、例えば動画一つの中で一連の動作がある中で それをこう間引く感じで動画を切ってきます、まあ、これは YouTube とかではよく使われるんですけども、シネマティックな動画とかだとその意図的に使わない限りっていうのは非常にこれは難しい手法になるので使わない方がいいです。でそれからカットのつなぎが、ここが連続性がないことですね。で連続性がないことによって視聴者の集中力っていうのが低下してきます。そして次の問題が不自然なスローモーションです。でこれはどういうことかというと、スローモーションを使う時には基本的にそのフレームレートって呼ばれるものがあるんですけども、このフレームレートっていうのはその1秒間の中に何枚の静止画が入ってるかという意味で、例えば2倍のスローモーションにするなら2倍の静止画の数が必要になってきます。例えば24のタイムラインで編集するとして、2倍のスローモーションにするなら最低50のフレームが必要になってきます。でそうやって適正なフレームレートを選択しないでスローモーションにしてしまうと、動画がこうカクついた感じになってしまいます。でそうするとやっぱりその動画の質というのが低下します。でそれから動きが少ない場面に対してスローモーションを多用してしまうのも、これも不自然に見えてしまいます。で動きがない中でスローモーションを使うってどうなるかっていうと、そもそも動きが少なくてスローモーションになるので、その画面が静止画に近づいてしまうんですね。でそうすると見てる方としては非常にこう退屈な印象になってしまいます。次の問題点なんですけども、過度のエフェクトを使用するということです。でこれはやっぱりシネマティックな感じの動画にするときに、例えばこういった感じのトランジションを入れたりとか、まあ、こういった感じのエフェクトを入れていくと、こうなんだかこうやりすぎ感っていうのが出てしまいます。で映画なんかを見てもらえば分かるように、こういったエフェクトとか効果っていうのはまあほとんど使われてません。動画を始めたての場合っていうのは、まあ、こういったエフェクトを試すの結構楽しいんで、やっぱどうしても使いがちになっちゃうんですけども、まあ、こういった特殊なエフェクトっていうのは基本的に避けるようにすると、よりシネマティックな感じになっていきます。その次の問題点なんですけども、ミスマッチな BGM です。で BGM っていうのはこの動画のベースを決める極めて重要なものになってきます。で特にシネマティックな動画とか、あとはまあ皆さんが作りやすい、例えば3分とか5分とか10分ぐらいの尺の動画だったら、基本的に BGM のクオリティっていうのがその動画の質っていうのを大きく左右します。動画の雰囲気と、あとはその BGM の選び方をちょっと間違えると非常にこう違和感のある感じになってしまいます。で例えばなんか非常にスローなテンポな動画の見た目なのに、すごいビートが効いてて速いような音楽とか、あとは反対にすごい速いテンポで動画がこうパンパン切り替わってるのに BGM のサウンドは非常にスローみたいな場合だと、そこでミスマッチが生じます。なのでBGM を選ぶ際には、その BGM が動画のそのムードとか雰囲気を決める上で非常に大切になるっていうことを理解しましょう。そして最後10点目なんですけども、音のバランスが取れてないということです。でこれはインタビューなんかの動画で多いんですけども、話者の話している声と、あとは BGM、 このバランスが取れてない場合にはすごく動画の質が低く感じてしまいます。動画の音声を組み合わせるときには、その話者の声、それから BGM、 それから場合によってはサウンドエフェクトがあるんですけども、その後ろの BGM がうるさすぎたり、そのサウンドエフェクトの音が大きすぎると、やっぱそこでバランスが崩れてしまうので、自分が一番聞かせたい音は何かっていうのを明確に把握して、音のバランスを取っていきましょう。今はカメラの外付けマイクを使って使用しています。そうすることによって音声が非常に、これに関しては1本動画を上げているので、興味のある方はぜひ参考にしてみてください。というわけで今回の内容は、動画が素人っぽく見えてしまう原因10個についての解説でした。で撮影についてはフレーミングができてない、不安定なカメラワーク、それフォーカスが合ってない、適正露出が取れてないから音質に問題があります。それから編集については、不自然なカットつなぎ、それから不自然なスローモーション、それから過度なエフェクト、
それからミスマッチな BGM、 それから音声のバランスが悪いということでした。というわけで、この今挙げた10個の項目を自分の動画を見たときにこの問題点に当てはまってないか意識するだけで、おそらく動画の質っていうのはどんどん向上していくかなと思います。なかなかその動画っていうのはそのフィードバックを得るのが難しいですし、あとはそのどうやって自分で客観的に判断すればいいか難しいので、これらの項目をこう常に意識して動画を制作すると必ず動画は上達していくと思います。というわけで皆さん、本日の動画がお役に立てれば高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。